まずは、この人。ダシル技を試したくてうつうつしてんの。ちょっとでいいから付き合ってくれない？大丈夫ね。ちょっと体がこうだけだから。お断りですから。え、もうあといないんだよな。はい、ここすごいです。何があったんだって思いますけどね。そこの道によってアルコール中毒のおっさんな。あんまり酒うるさかったり、別の場所に移されていて。死んだわけちゃうで。いや、どうだかね。で、あとはこの人かな。ん？この人はいいんだっけ？この人話したっけ？まあいいか。なんか門番選抜試験があるんだよね。ちょっと頑張っちゃおうかな。あ、多分話したか。で、次。今日の出来事、罪人が一人ケーキを置いて故郷に帰った。故郷に帰ったのはこの人ですね。この間今夜のお勤めが終わったとかで元の世界に返されたらしいよ。私のお勤めあとどれだけあるのかしらね。罪人がケーキを置いて出ていく瞬間ってのは何度見てもすがすがしいものやわ。休みでも取って温泉でも行ってさっぱりしていきたいもんだわ。ちょっと待って、予定時間かなりオーバーしてるな。ちょっと甘く見すぎたかな、時間。次はドラニクルです。あ、花が出てきたりしまってますけどね。最近やった後あの2匹が宅のこと気にしてんでさ、もっぺん竹に調整するとかって息巻いてやしって。まあ、ちなみに時を試した気にも言ってましたけど、いませんでした。そうそう、自分のライン帰るよ。また来た時は背中に乗せてくれよ。今日じゃ旅は順調かな。ようやく男を磨いて帰ってくるんじゃろ。この村って基本的に岩ばっかりでつまらないでしょ？だからこうしてお花をたくさん植えてみたの。国道さ、旅に出てんだよね。どんなところに行ったの？楽しい？おやつ。じゃあ次はフラワーです。あー、そうか、フラワーか。まあ、前回のところで、愛が戻ったので、ほぼ全員セリフが変わります。あれ？最近はね、マムとってもご機嫌なの。マムがご機嫌だと私もご機嫌なの。君のマムがご機嫌なのは君のご機嫌だからだと思うな。なんだか最近急に気分が晴れてきて気持ちが軽くなったみたいなの。近所のマオさんとの交流ができて、あの子も遊び相手ができたみたいで嬉しいわ。発表会絶対行くから楽しみ。今日はピアノのお稽古なの。今度発表会があるから聞きに来てね。左上何なんだろうね、これ。ほどほどにしとけってバーテンさんに怒られちゃった。最初はちょっとムッとしたけど、私のこと持って行ってくれたのね。そう思うとありがたく思えてきちゃって、我ながら単純だと思うけど、これって濃い。さすがに目に余る客がいたから、先を引かれるように言ったんです。そしたら妙に監視されちゃって。相手を気遣うのもたまにはいいかもしれませんね。ギャンブルはもうこりごりだよ。これからはおとなしく上品にワインでもたしなむんですよ。ちょっとさ、私客に対する愛が足りなかったなって反省してるとこなんだよね。まさに客に楽しんでもらってなんぼだもんね。
寂しそうな息子の寝顔を見て気づいたんです。仕事よりももっと大事にしなきゃいけないものがあるって。それから仕事も家庭も大事にするのは4杯があれば何のその。仕事ばかりで家庭をおったらかしにしてたある日、妻に怒られたんです。それじゃダメだって。いやー、あのパンチが効きました。愛がこもってました。それ以来すっかり家事が趣味です。最近、近所のおばあちゃんとなんだか仲良くなってさ、時々世間話や後回りをするんだよ。そういうのも、ま、いいよね。昨夜ね、おじいさんの夢を見たんだよ。なんだか懐かしくて、嬉しくてね。私もあっちに行ったら、またおじいさんとのんびりお茶でも飲もうかしらね。何は変わんないでしょ。ここにないのか。まあ、宿屋とか、よろず屋とかでも、セリフを書けたりしますけどね。花の都アミリへようこそ。ここにないか。じゃあ、次は、ランスですね。おぉ。今ダメージ抑えたって感じかな、ほんとは。まあ、いっか、後で回復できるし。ちょっと時間かかってんな。オッケー。ここはランスの街で、ミスト退治が自慢なんだ。いない。何をしてんのかって、見ての通り川の流れを眺めているんです。この水の流れを利用してもっと便利で豊かでエコの生活できないものかと思いまして。これから世の中エコですよ、エコ。何か困ってんのかもしれないと思ってココとの友達を訪ねたの。災害があったらしくて大変だったみたい。今は近隣の町の協力もあって元通りになってるわ。友達が無事でよかった。喧嘩別れした彼女と仲直りできたんだ。大事なことで、小さなことで大事な人を失うところだったよ。生きていることの意味ながら生きながら見つければ良いということに、生きていることの意味ながら生きながら見つければ良いということに気がついた。全く恥ずかしい話や、そう思ったとか、目に映るのを全てが妙に愛おしく思えてきたんだよ。枯れていた木もみんなで世話をし、あのためが出た、花が咲くのが楽しみだわ。弟のやる気満々な姿で言ったら、俺も何かせずにはいられない気持ちになったんだ。具体的には何も見つけてないけど、ひとまずはこのやる気を勉学に注いでみるよ。やりたいことを見つけてさ、それをやり遂げるために勉強するんだ。ランスもいいですね。じゃあラストココットです。あ、これは寒いかもめんどくさいな。もう一気に飛ばした方がいいですね。オッケー。もうパーティーメンバー買えません。めんどくさいので。ワワワンワワワン。わわわわんわわわん。お疲れ様です。どうぞ羽を伸ばしていてください。いや、ここはココットの村だよ。近所の人や近隣の村から支援があって、どんどん立ち直れたわ。積み上げてきた人とのつながりは簡単には壊れないのね。物は壊れれば直せばいいんだわ。
ナースの友人がいろいろと支援してくれてね、この村をなんとか立て直すことができたよ。話した人たちも帰ってきたし、これで一安心だ。友人には感謝してもしきれないよ。友人には感謝してもしきれないよ。おつけ君は友人だね。いなくなった人が帰ってきてんの、やっぱりみんないた方が賑やかで嬉しいな。この間ひどい災害があったんだけど、みんなで力を合わせてここまで復興したの。自然の力には人は逆らえないけど、でも支え合う人の力も素晴らしいわよね。災害に見舞われた時はもうおしまいだと思ったもんだけど、いろんな人のおかげでまた戻ってこれたよ。本当にありがたいことだね。もうそんなに残っちゃいない人生だけど、少しでも感謝の気持ちを返していけたらいいね。で、ここに、ほころびができます。とか、いろんな、やばい、全然セーブしないな。まあいいか。次は、図書館島か。